こんにちは、スマッシュの保坂です。スマッシュの6月号ではスーパーショット習得完全マニュアルといたしまして、なかなか普段では解説したことのないショットをたくさん解説していただきました。そしてその解説者なんですけれども、佐藤文平さんです。それでは早速お呼びしたいと思います。佐藤さん、どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。いきなり目線ですか。はい、とりあえずまず3秒ここに。はい、3秒間、はいはい、お願いします、はい、お願いします。今回スーパーショットをたくさん解説していただいたんですけれども、そもそもそんなにやる回数は少ないじゃないですか。確かに。それをこう習得する意味って何でしょうね。やっぱり、テニスは基本的にはこう楽しんで、はい、やっぱり健康のためとかに行うものでもあって、はい、あとは、キリオスとか、はい、ああいう時のスーパーショット見ると楽しいじゃないですか、うん、でそこをとっさの時に出るか出ないかはやっぱり練習しとかないと出ないんですよ。ここが大事ですね。練習したんですか。しましたよ。もうちっちゃい時は怒られましたけど、怒られた。ちゃんとやれって言われましたけどでもそれこそ錦織選手だったり、いろんなトップ選手みんな遊びながらこう技術を習得していくので、はい、そこはやっとくべきだと思います。はいはい、私なかなかそういうショットを練習する機会がないので、かなりハードルが高いですし、私がマスターできるってなったらかなり大変かと。そうですね、はい、やめましょう。やめるんかいぜひ。じゃあ、わかりました、はい、それこそその難しいショットをこう簡単に、はい、グレーディングしてやっていきたいなと思います。はい、グレーディング。何ですか、グレーディング。要するにその段階を踏むということですね。はい、段階5だとしたら4、3、2、1とこう、はい、簡単なところからこう上げていくという感じです。いきなりは無理なんで。はい、わ、はいはい、かりました。ちょっと頑張りますので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、股抜きショット、はい、やって大丈夫ですかね。いや、結構至難の技ですよ、これこれかなりはい、コツをつかまないといけないんで、よく見るのは、はい、こう自分でその打点が遠くて、はい、こう股を通り切らないとか、あとはこうバウンドして、はい、それを追ってしまって結局、はいはい、股をそれこそ通らないとか、はい、まあ、似たようなもんなんですけど、そういうことが起きがちなので、はい、まあ、実際には、うん、根本的なところとして、はい、股を通して相手のコートに返すという動作が必要なので、はい、打点は必ず体から遠くなると絶対に自分に自打球してしまうので、はい、この股の間を、はい、に保つ、はい、ここが大事になってきます、はい、で実際にはこの飛んできたボールに対してやるんですけど、はい、まずはセルフィーで、はい、セルフィーで、セルフィーでお願いします、はい、手出しで、はい、自分でこのボールをこの前に置いて、はい、でそこを超えると、お、はい、前に置いて超える、この動作、この一番の基本的な動作をちょっと一回やってみてください。はい、わかりました。でまずそこのネットを超える、これがグレード1です。グレード1、はい、ってなりますよねなので、はい、そうなるということはですよ、はい、もう一つ、はい、その打点の取り方として、はいはい、もっと自分がボールを越えなければいけないですね、うん、はい、そうすると面がオープンになるので、はい、ボールが上に上がっていくという状況が作れます。おう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 、なので思い切ってボールを越えちゃってください。ゴンと、はい、いいですね。 OK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 、まあ、今フレームショットですけどでも一応ボールはネットを越えて上に上がりましたよね、はいはい、ここを一つ練習の段階としてやったらいいかなと思います。はい、わかりました。超える、超える、そうです、はい、わかりました。よくありがちなのが超えずにもうボールだけ打ちたいから、うん、ってなるのが結構あるんで、はい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 、もう一回やりますかこうなるのがあるんですよ結構それが大事なんで、はい、しっかり超えた状態で面をこうオープンにするっていうことを基本として心がけるのが大事です、はいはい、あとはですね、うん、コンチネンタルグリップ、あ、グリップ、はいはい、グリップの持ち方結構大事で、はい、コンチネンタルもしくはそれよりも少し薄めに握ることで、はい、手首がより、返る、はい、
返る状態になるんですね、はい、面が開く状態、はい、これがですね、はい、ウエスタンとか厚めに握っとくと、はいはい、手首の動作が制限されるので、あ、これ以上は返らなくなってしまうんです。なので面が少しクローズになってしまう、はい、状態になるので、面が上向きにならないということですね、はい、同じ状態で例えばここからこうしてた時と、はい、それを上あのコンチネンタルに握った時とはもうこれだけの振り幅が違うので、うん、要するに面をしっかりここからバーンって返さなきゃいけないっていうのがあるので、はいはい、これをウエスタンにしてみると、はい、面が手首の動作ここで止まってしまうんですね。あ、本当だ、はい、でもこれを、うん、コンチネンタルにするとビューンってここまでいくんですね。要するにこれだけの振り幅っていうのは、うん、こういう技術的なあの動作を制限してしまうので、はい、なるべくコンチネンタルで握るといいかなと思います。はい、わかりました。はい。はい、第2段階。はい。はい、第2段階。はい、まあ、テニスは要するに相手から飛んできたボールに対して自分が反応するっていう、はい、そこにあの、はい、テニスの醍醐味っていうか面白さがあるんですけれども、はい、今セルフィーで自分で、はい、やったのに対して今度は、はい、私が出します、はい、で私が出したものに対して、はい、それを超えて打つという動作をやっています、はい、いきます、はい、あれもう一回いきましょう、まあ、一発目でできたらね面白くないですか、はい、ですよね、いきます、はい、OK OK です、当たった、もう一回、はい、いきます、 OK、 お、超えてます、今ね超えてます、お、これ、ね、OK ですって褒めるのも大事ですから、ね、パートナー作業なんで、はい、ありがとうございます、やっぱり褒めて、はい、伸ばしていきましょう、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、続きまして第3段階、はい、はい、いきましょう、いきます、今度はですね、はい、実際の状況により近い、はい、シチュエーションでやっていきたいなと思います、はい、というのは、股抜きショットっていうのはボールが頭の上を越えて、要するに決めきれなかった時にうわっ相手が取って、うん、うわ超えたっていう状況に走ってってスパーンって打つもんなんですよね、はい、なので、はい、今度は今までこうやって目に見えるところからボールが出たものに対して反応してましたけども、今度はこれを実際に私が頭の上をこう越すので、はい、それに対して反応してみましょう、はい、まあ、そんな遠くには投げないので、はい、実際に超えたところから反応して越えて打つということになります、はい、なのでボールをはい、見るじゃないですか、はい、こう上げるじゃないですか、はい、上がって、はい、どこまで見てたらいいんですか、ずっと見てたらいいんじゃないですか、ずっと見てていいんですか、ずっと見てて、はい、でバウンドするじゃないですか、はい、バウンドした時に、はい、このバウンドを目で追ってしまうと、はい、顔の上下動が、はい、あのできてしまって、はい、目線がブレるので、うんうん、あくまでもインパクトはここなので、はい、実際に超えたところからは、はい、自分のインパクトを超えるというところを意識して、ボールを追うというところじゃなくて、はい、実際にボールを超えるというところを意識して、はい、追っていくといいと思います、はい、わかりました、一回やってみましょう、簡単に、最初は前向いてればいいんですか、はい、で、いきます、あ、後ろ向いてていいです、あ、もうこれでいきます、はい、はい、いきます、え OKOKOK 大丈夫です、大丈夫です、それぐらいがちょうどいいです大丈夫です、突然出てきます、はい、いきます、はい、惜しい、もっと超えないとダメですよ今、ま、この辺ですよね、はい、今、はい、完全にボールが出てってやってるんで、超えるということよりもこのボールに合わすということを重視しているので、はい、もっとボールを超えてパンって打つようなイメージです、超えて、そう、はい、いきます、いきます、あ、いいちょはい、いきます、はい、いける、あ、惜しい、なんかちょっと超えようちょっととはしてるんですけどね、そう、もうちょいです、もう一歩こうやってギリギリでこうすくってあげてください、はい、はい、はい、惜しい、前に行きましたね、行きましたね、見てて回ってみますか、あ、そうですね、こっち回った方がいいんですか、あ、どっちでも好きな方に行きますよ、見てて、はい、OK、 もっと超える、はい、見てて、はい、あ、惜しい、ちょっと怖がらずに回れば、はい、いけると思いますよ、はい、いきますよ、惜しい、もっと超えて、はい、下からこうここまですくってあげるような感じで、はい、いきます、はい、
あ、今絶対いけた。いけた気がしたのに。ガット貼ってなかったんじゃないですか。抜けちゃった。あ、貼ってある。貼ってある。貼ってました。はい。OK、いきますよ。はい。惜しい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 。まあ、これ第3段階でもいいぐらいですね。これネット越えれば。ですよね。もっともっといい感じだと。もっとじゃあ、ね、面が開いた状態で、はい、捉えなきゃダメですよね。あ、まあ、OK ですね。はい。もちろん。いきます。OK! 当たるようになってきた。あとは、もっとギリギリまで保って、はい、もっとギリギリまでこう保って、打つこの瞬間はちょっと見た方がいいかもしれないですね。打つ瞬間は見る。ボールの打点をこう、見るような感じ。わ、はい、かりました。いきます。はい。OK、OK、OK。今まだ当たってるところが、この辺で打ってるんで、もうワンテンポ遅らして、ちょっとヘッドの方で当てると、面がオープンになるんで、ネットを越えていくんで、はい、行きましょう。そう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 。これ大丈夫ですか？大丈夫ですよ。本当ですか？でも、はい、もう少し、パンって当てる感覚、要するに、はい、こっからこうじゃなくて、もうこの辺から持っといて、パンって当ててもいいかもしれないです。はい、わかりました。はい。あ、違います。じゃあグリップ短く握ってみてください。少し。あと、はい、あと一歩が足りないんですよ、ね。ラスト一歩をグッて、ね、足をグッて入れてください。入れないで。そうすると、はい、しっかり超えてくれるんです。はい。はい、いきますよ。はい。あ、惜しい惜しい惜しい。惜しい。今のは当たんなかったけど。超えた感じはしますよね。しました。グリップちょっと短めにまずやるといいかもしれない。はい。はい、いきます。おい。ああ、超えなかったけど。いいんじゃないですか今の。今のいいんじゃないですか。超えなかったけどここにバシュッと、うん。なんか当たりの感触もちょっと良かったです。ですよね。はい。やっぱグリップを少し短めに握って、はい、やっぱ操作性を高める方がヘッドが、うん、最後ピッて言ってくれるかもしれないですね。確かにコンパクトにしかも、はい、長いと振り回しきれなかったりするんで、はいはいはい、やっぱりそこは少しこれもですね、うん、短いところ握ってとかやってみて、はい、まずはビギナーの方は、はい、やっぱり長いところ短いところってこう握って自分のどこを握ったら一番操作性が効くのかっていうところを見つけてみるっていうのもいいかもしれないです、はい、もう一回やってみます。もう一回もう一回いきます。もっと早いダイナミックにやっていいかもしれないです。こうバンって今こうそろそろそろって当てにいってるんで。そっかそっかそっか、はい、バン。もう今このテンポで打ってるとしたら、うん、ちょっと1テンポ置いてください。パン、そう。はい。いきますよ、グリップ。はい。惜しい。よし。お。あ、超えた。超えましたね。超えた。超えましたね。いいとこ当たってないけど。いいとこ当たってないけど超えましたね。超えた。やっぱりちょっと超え、あのボールをそのまあお尻というかそれぐらいまで、はい、なんか超えて大きく超えたところで。うん、打点がしっかり取れるっていう感じじゃないですか、はい、フィーリング的には、うん、そうですね。確かに超えないことにはなんかラケットが結局上向いてないというか向こう側向いてないんですよね、はいはい、で打点も遠くなるんで、うん、逆にまあ、自打球したりとか、はい、スネ打ったりとかいろいろするんですけど、ボールをしっかりとここまで超える、そう、はい、そこまで超えるとやっぱりボールがネットをしっかりと越えて、フェースがアップして越えててくれるんじゃないかなと思います。はい、わ、はい、かりました。じゃあ最終段階やっちゃいますか。やっちゃいましょうか。はい、なかなかできないんですけれども、はい、ちょっと球出し、そうですね、
ちょっと無謀ですかね。いやでもやっぱりその未知なる挑戦というか、うん、スーパーショットへの道は果てしないので、はい、そこはやっぱり知らないより知っといた方がいいと思いますので、うん、はい、やってみましょう。わかりました、頑張ります、はい、いきますよ。もう一回、玉出しがもうその玉に追いつかないっていう。OK、 もう一回いきましょう。もうちょい手前からいきましょう、はい、もうちょい手前から、はい、いきます。あ、でも感覚的には同じ感じじゃないですか、うん、頭の上を超えるというか、その辺はあとはもう面に当てるだけ。そうですよ、な感じですよね。はい、はい、いきます。惜しい。あー、もっとゴーっていかないといけない。面が超えない前に当たると、うん、どうしても下行くので、やっぱりボールは超えた後に当たるっていう。超える、はい。ラストいきますか。ラスト、はい、これ、ラストお願いします。これ本当のラスト、はい、本当のラスト、はい、惜しい。あー、でもそこまでいけばあとちょっとじゃないですか、うん、面には今当たりましたよね、ちゃんとまっすぐ、はい、なのでそれはやっぱり一番大事なことなんで、うん、でボールが前に飛ぶっていうか空振りしないっていう、はい、まずそこなんで、はい、そこはまあスーパーショットなんで、はい、簡単にできたら面白くない。そうですね。なのでトライする価値がある。そうですね。ところで、はい、ちょっと練習がまだ必要だと。そうですね。はい、わかりました。頑張っていきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。ありました。はい。いや、全然できなくて、はい、この動画を見てた人に申し訳がないので、ちょっと見本を見せていただいて。わかりました。じゃあ一発で収めましょう。はい、あ、嫌味ですか。いえ、頑張ります。はい、お願いします。お願いします。はい。はい。わあ、すごい。クボーン。ナイスショット。さすが。やっぱプロですから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちょっとまだまだ。勉強が足りないなと、練習が足りないなと身に染みて感じました。はい、これどのくらい、あとどのくらいやったら打てるようになりますかね。いや、1回目と2回目は結構、うん、はい、グッと成功率が上がると思いますよ、はい、次やった時は、うん、ただそれをこう、うん、何年後というかで、はい、じゃなくて、はい、まあ、近いうちになるべくトライして、はい、そうです、まあ、あんまりここを練習するっていう機会ないと思うんですけど。そうなんですよね。それをちょっと うん、あえて、はい、意図的にやってみて、はい、どうかなっていう感じですね、はい、でちょっとコートの片隅でこうずっとこう異様な動作を繰り返してどうしたんですかみたいな、どうしたんですかって言われるように感じになるかもしれません、はい、はい、ちょっとぜひ習得したいと思います。頑張ってください。はい、スマッシュの6月号では、こちらのスーパーショット習得完全マニュアルをご紹介しております。紙面では本当にいろいろなショットを、はい、解説していただきました、ドロップショット、はい、ドロップボレー、はい、今の股抜き、あとはエア系、エア系バッカーのジャックナイフ、あ、ジャックナイフ、あともう一個あったっけ、あ、ポール回し、そうですね、あ、スネークなどなど、はい、盛りだくさんでご紹介しておりますので、紙面の方でもお楽しみください。それではどうもありがとうございました。皆さん、さようなら。